はい、こんばんは、佐久間優子です。毎度おなじみ、ゆうご .tv。 早速本日のお題を読んでいきたいと思います。おしゃべりばかりをやめること、こちらを今から読んでいきます。私が今まで多くの人と接してきた中で、ある日面白い共通点を見つけました。おしゃべり好きな人ほど行動しないということです。エネルギッシュにおしゃべりをする人ほど行動もエネルギッシュと思われがちです。しかし、おしゃべりな人ほど行動をしない人が圧倒しているのです。口に出すことは思ったより簡単なことです。今何々をやろうと思っているの、私はほにゃららもできるよ、すごいでしょ。たかだかに自慢をすることは口さえ動かせばいいので、努力も必要なく簡単です。しかし、話してばかりでエネルギーを使い果たし、肝心の行動をするまでに至っていない人が多いのです。話す人は口からエネルギーが抜け出しています。実際に行動してもいないのに、喋った分だけ行動した気になってしまっています。逆に話さない人の方が行動的です。自分が本当に望んでいることは、誰にも邪魔されたくない気持ちが強くなります。すると、自分がやろうとしていることを邪魔されないように、そう簡単には人にペラペラと話さないのです。話してしまうと、できるわけがない、やっても無駄だよと否定的な言葉が返ってきて、やる気を奪われるのも知っています。本当に行動をしたいという人は、そう簡単に人に話すという行為はしませんし、話さないようになるのです。本気でやろうとしているので、邪魔になることせず、だから人に簡単に話すようなリスクの高いことは避けるようにとするものなのです。若い頃に話す前に行動をする癖をつけておくことです。ほにゃららしようと思っているのではなく、ほにゃららしたよというふうに会話の内容を変えることです。ほにゃららしようと思っているのという話はできるだけ避けましょう。行動をし終えてから、何々したよと話す癖を若い時期につけておくことです。行動する癖は話し方から変えていくことが大切なのです。今日の格言、ほにゃららしようと思っているではなく、ほにゃららしたというふうに話し方を変える。なるほど、即行動。うん、絶対積極、積極心を持って即行動。はい、心がけます。今日も勉強になりました。ありがとうございます。チャンネル登録とよろしくお願いします。それでは